今回は二次元での事件や出来事が現実で起きてしまった話を挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。現実と二次元の衝突事故。二次元での事件や出来事が現実で起きてしまった話を聞きたい。サムネはシンフォギアのマリア・カデンツァ部内部。ウクライナ出身の孤児という過去を持つキャラだったのだが、現実でロウク戦争勃発。それがちょうど彼女が生まれた年であったため、孤児という設定に説得力が生まれてしまった。シンフォギアでは欧州が暗黒大陸呼ばわりされてるんだけど、現実でもそうなりそうという。ワンピースアニメで白ひげが津波起こす絵画よりによって東日本大震災にぶつかったとか。311周りは多いイメージ。窓マギが放送延期したり、ポケモンが放送内容を差し替えたのも震災だったっけ。サゴーゾシャウタとかいうド直球不遇コンビ。ポケモンでも地震の回に東日本大震災と重なったな。アトロケット団がエネルギー大量強奪作戦みたいなのやるって展開を大々的に予告してたのに、それも地震と原発事故でお蔵入りになって急遽路線変更したんだっけ。銀魂の立てこもり同時中継とかそんな感じのやつ。サイコパスと佐世保女子高生怪事件。ガサラ機で中東で秘密兵器が作られてる可能性があるぞって米軍が出張ってきてる設定なんだが、数年後実際に同じ理由で米軍が派兵した。放送延期は別に窓マギだけじゃなくて、あの時期のシーンやアニメは全部そう。窓マギは内容も災害が起こるっていう展開だったから上げてるんだろう。新女神転生作中冒頭で井の頭公園で殺人事件が起きて封鎖されているが、現実でもバラバラ殺人が。これか、事件はゲーム発売から1年半後だっけ。こういうのかな。これは作者の調整じゃない？多分創作が先、現実が後の例だろう。確かに。原作が小説だし、アニメ放映日がたまたま重なったんだと思う。漫画版荒野に獣洞窟にてマヤのピラミッドの下には地下河川があるぞって描写したら、数年後マジで発見される。中東のテロリストがアメリカ国内でテロ起こす筋書きのトゥルーライズは現実で911が起こったから続編が永遠にお蔵入りしてしまった。魔法科高校の劣等生、1年の夏頃を描く休校戦編にて、会場に向かう最中、主人公の通う市高が優勝すると困る犯罪シンジケートの妨害工作で、高速道路を走るバスめがけて反対車線から車が飛び込んでくるという、そうはならんやろ的なシチュがあったけど、劇場版星を呼ぶ少女が公開される2017年6月17日の1週間前、6月10日、東名高速で本当に上述通りの出来事が起きてしまった。作中では事前に対処が行われ、激突及び炎上も防ぐことができたものの、現実の方では乗用車の運転手が亡くなってるのであまりワクワクしていいネタではないが。高度なドライビングテクと魔法を兼ね備えた使い捨ての逸材が魔法で意図的に突っ込んできてはないぞ。ゴルゴ13の2万5000年の荒野。はチェルノブイリの事件の2年くらい前だっけ。事故でメルトダウン寸前の原発内で、それを防ぐためにゴルゴ13が配管を打ち抜く話。MGS に発売直前に 9.11 起きて発売絶望的になった時の小島秀夫と光月影正の会話がとてもいい。かっこいいね。責任者が責任取るって当たり前なんだけど、あんま見ないし。実写だけど、アンナチュラルの第1話がコロナ禍を予見したような内容だった。作中で PCR 検査も言及される。アンナチュラルだとザマ9人殺害事件と類似してるけど、脚本書いたのは事件前ってこともあったね。スクールデイズも現実で殺人が起きた結果最終回が延期したんだったかね。マリアってウクライナ出身だったのか。そうすです。ちなみにもうすぐセレナも生まれるそうな。おお、ありがとう。嫌なシンクロだな。バック、トー、ザ、フューチャーのカブス予言は惜しかったな。作中2015年に、嘘だろカブスが優勝ってネタやって、2016年に108年振りに優勝するという、108年振りって。ラストマンの立てこもり事件。放送の3日前に長野で立てこもり事件。観察医朝顔、今日は2事件が7、18だけど7、
22放送予定だった話が放火殺人の話だったからなな、29に延期して編集されて放送。ポケモンだとセボル号の事故と沈没船の話が重なったせいで放送延期したこともあったな。アキラの東京五輪。中止だ中止が死ぬほどすられてたなあの頃。というかロシアとウクライナに関しては、実際に起きそうというかいつか絶対に起きるものだから昔から小説や漫画で使われてたネタだからとままってる車に勝手にぶつかってきたようなもんでは。ポケスペのルビーサファイア変地震と津波がシナリオで頻発するをまとめた廉価版の単行本が 3.11 の影響で発売中止になってたな。仮面ライダーリバイスがロシアのウクライナ侵攻と同じ年だったから後半の戦争展開にだいぶ制限が入ったとは聞いたことがある。タイミングが悪すぎたやつ。死のコロナビーム1アウト、摂氏系戦毒や病気のフレーバーとして使われる2アウト、摂氏カウンターを一国系戦他者に矢印の能力を付与する3アウト。なんというか能力も込みで間の悪さがすごいんだよね。ワールドトリガーのアニメ版、主人公が模擬戦の最中に街の堤防を破壊して洪水を起こすシーンがあるけど、その放送がある週に実際に九州で洪水が起きたから放送中止になって再放送を流した。次の週にその回は放送されたけど主人公が仲間にやれで指示を出した後に1分くらい模擬戦参加メンバーや見学してるキャラたち15人くらいが驚いてる顔のアップを変わる変わる映して気づいたら街中が水浸しになってて堤防が壊れたり洪水の瞬間は描写なし。アニポケで地震関連の技出てこないけどきっかけは何だっけとくくったら揺れる島の戦い、ドジョッチ VS ナマズン。世界の直前に新潟中越地震が起きてから使われてないらしい。ウマ娘谷のギムレットは眼帯つけてるキャラだが、後に実馬谷のギムレットも目の怪我で左右逆だが眼帯をつけた。現在は完治。なんか忘れたけど雨のやつと若干こうむったやつなかったっけ。リコリコには記憶違いだったらすまん、再放送なのですれ地かもしれんが、遺留捜査が踏んだり蹴ったりだった記憶。関東地区地上波事件当日に放送予定だったが報道特番に差し替え、BS 狂気が拳銃だった回が飛ばされてる。ちょっと違うかもしれないけど、学校暮らしのこれとか。公衆衛生として当然のことだし、交通ルール無視したら衝突事故起こしましたって感じでは。ゴルゴ13なら、夢の国、という話でトランプ大統領、をモデルにした人物、の狙撃というネタもあったな。もちろんあの事件より前の話。というかトランプはだいぶ前にターゲットになって殺されてる。殺人劇の夜、だっけ。こっちは死んでるから、現実と衝突事故は起きてないな。白竜レジェンド、原子力マフィア編。原発利権をネタにしている最中に 3.11 が起きて一時連載中断した漫画、2年後に連載再開して単行本も無事に発行された。 K2 の悪の組織が臓器売買に手をかけてたけど、現実の再生医療の進歩の速さのせいであっさり消失した。コッテリオンのアニメ版、原発メルトダウンで廃墟と化した東京で生存者救助の任務を遂行するのこでんこ操作で作られた特殊能力者コッテリオン、放射能耐性があるの活躍を描く2008年から連載してる漫画が2010年9月にアニメ化発表。当然ながら2011年のあれのせいで頓挫。2013年に放映開始されたが、原発とか放射能とかいうワードは一切出さずにふわっと汚染とか事故とか表現されてる。もう少し企画が早ければ原発問題を取り込んで普通に放映できたし、遅ければ制作しなかったかもだけど、なんともアニメ化タイミングが悪かった作品。延々の消防隊って名前の通り消防隊の話なんだけど、人体が自然発火して消死する世界観だから消死体がまあまあの頻度で出るんだよね。でその延々のアニメが放送始まってちょっとして今日アニのあれが起きてしまったんだよね。まあ延期になるわな。東海村で臨界事故が起きた日にガンダムの核エピソード夜中の夜明けが放送された。鬼滅アニメの年号言語が変わっている。200年ぶりの生前退位とぶつかるなんて作者も驚いただろうな。地域によってはこの話が放送されたのが実際に令和になってからだったらしい。天皇が生前退位されたので思いっきりネタにできたのが本当に持っている。
戦隊シリーズの長期から戦隊オーレンジャーとオウム真理教事件の時期が被ってオーレンジャーが路線修正したってのは聞いたことがある。竜王のお仕事は追い抜かれたから衝突とはちょっと違うかな。主人公を非現実的な強さの騎士にしたら藤井聡太に抜かれた。大谷さんとか、リアルの競技世界は躍進だね。日本人 NBA 選手とか昔は夢物語だった気がする。